こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 空室が多いと相続税高くなるというテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内容になります。相続対策になるからと賃貸マンションを建築しました。空室が多くなると相続税が高くなると聞いたのですが、本当でしょうか。こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、私が過去メルマガで書いてきた大家さんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからですね、無料で税務相談ができるメルマガ、それから無料でインボイス相談がチャットでできるですね、公式 LINE、 こちらがですね、概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では回答の方に行きたいと思います。まずですね、不動産を賃貸することによって相続税評価が下がるということは、これは間違いないわけですね。ちょっと図で表してみたいんですけども、例えば現金を200で持っていたとします。現金200で持っていたとしたら、相続税評価というのはこれは200ですよということですね。その現金とその相続税評価はまあイコールになるわけです。じゃあこれをですね、不動産に変えましたということで、例えば建物100、土地100っていう形で買えましたよと言うと、当然その価格はね、200のものが200に変わっただけなので、価値としては変わらない。ですけれども、相続税評価になると、ぎゅっとですね、こう圧縮されるわけですね。建物100だったものが、まあ、だいたい60ぐらいに、ね、下がる。建物の相続税評価というのは、固定資産税評価で、ね、評価されますので、ぎゅっと下がるということですね。で、土地に関してもですね、土地は路線価で評価していきますので、だいたい8掛けぐらいと言われてますね。実家の8掛けぐらいというふうに言われてますね。土地も80ぐらいにぎゅっと下がると。で、合わせると140。もともと200だった評価のものが140に圧縮されますよと。で、さらにですね、賃貸です。この不動産を賃貸すると、さらに圧縮されるんですよ。え、何かというと、建物に関してですね。建物に関しては賃貸すると、7掛け42になって。土地に関しては借地権割合によってですね、若干変わるんですけれども、今回で言うとですね、この借地権割合が 70% の地域だと、80だったものが63ぐらいになるわけですね。まあ、2割ぐらい減額されるということになります。そうすると合わせて105ですよね。もともと200だったものが105、半分ぐらいなんですね、評価に引き下がるということになるわけです。ただですね、この賃貸によって下がるということなんですけれども、これ賃貸をしていることによる減額なんですよ。賃貸してるから、つまり自分が使えない、利用制限があるから減額してくれるということになるわけですね。で、これがですね、賃貸していない、つまり空室があるとどうなるかっていうと、この減額が使えない場合というのがあるんですよということになります。まあ、つまり空室がある場合にはですね、賃貸割合というものを考慮していくんだということです。賃貸割合って何かというと、建物ですね、全体のうち賃貸する部分の割合で、次の算式で計算をしていきますよと、ものになっていきます。これ分数なんですけども、賃貸割合ですね、分母がですね、家屋の各独立部分の床面積の合計です。まあ、建物の面積合計ですよ。それ分の A の字ですね、これ全体の建物のうち賃貸されている各独立部分の床面積の合計、全体の面積分の賃貸する面積割合、これが賃貸割合ですよということになるわけです。じゃあ例えばですね、各お部屋が同じ面積の場合ですね、全体の部屋数がですね、6室全体で120平米とします。で、空室がですね、2部屋40平米であるときには、考え方としてね、賃貸割合は3分の2になるわけですね。つまり120平米のうちですね、賃貸している分というのは80平米になりますので、3分の2ということになるわけです。で、この賃貸割合を各評価を計算する際にかけることになるんですね。例えば家屋ですね、家屋を賃貸している場合の評価、貸家の評価というふうに言うんですけども、建物の評価ですね、固定資産税評価額になるわけですけども、かける1マイナス借家権割合、借家権割合はですね、全国一律 30% と
形なので、基本的にはですね、満室だと7掛けできるという話なんですけども、そこにですね、賃貸割合をかけていくということになるわけですね。で、土地に関してですね、土地の上の家屋を賃貸する場合、貸家建て付け地の評価というふうに言うんですけれども、こちらに関してですね、土地の評価、まあ、路線価評価、かける1マイナス借地権割合かける借家権割合、かけるですね、賃貸割合。この賃貸割合というのをかけていきますよということになるわけです。で、これをですね、ちょっと、実際数字に当てはめていくとどうなるかっていう話なんですけども、例えばですね、賃貸割合が10分の5、まあ、2分の1だとします。と、建物ですね。建物が、3500万の評価だとして、かける1マイナス 30% 借家権割合、かけるですね、10分の5をする。つまり、この減額がですね、ちっちゃくなっちゃうわけですね。で、2975万円ということです。土地に関しても同じですね。まあ、5000万がですね、土地の評価、まあ、路線価評価だとして、かける1マイナス 70%、これ借地権割合ですね。かける 30%、借家権割合。かけるですね。で、10分の5。で、賃貸割合。つまり、この減額部分がやっぱりちっちゃくなってしまうと、ところになりますので、4475万円ですよ、ということですね。まあ、そうするとですね、合計すると7450万円になるということですね。まあ、つまり減額できる部分が賃貸割合部分のみにですね、制限されてしまいますよということになるわけです。で、これもしですね、賃貸割合が10分の10で計算するとどうなるかというと、6400万になるわけですよ。相続税評価が6400万。で、賃貸割合が10分の5になると、先ほど計算した7450万円になるわけですから、1000万以上ですね、評価額が、相続税評価が上がってしまうということですね。そうすると、ね、マイナスにしてないとですね、相続税が高くなってしまいますよ、ということになるわけです。ただしですね、この空室の考え方なんですけども、もう空室がもう一つでもですね、瞬間的にあったとしたら、この賃貸割合考慮されるかというと、そうではないんですよ。アパートなどの共同住宅の場合ですね、その一部が一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、相続時時点においても、賃貸されていたものとして取り扱いますよということになっています。まあ、つまりですね、共同住宅の一時的な空室は考えなくても大丈夫ですよというふうにはなってはいます。で、ちょっとですね、ここで疑問なのが、一時的な空室って何なのって話ですよ。一時的っていうのはどういうことですかと。で、これに関してはですね、国税庁ではですね、例示として下記の事実がある場合ということでですね、挙げています。でこれホームページにも記載されています。何かというと、各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。まあ、これはいいですよね。で、2番目、賃借人の退去後、速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。まあ、通常に賃貸あればですね、そんな問題ないかなと思います。で、3番目、空室の期間が、課税時期の前後の、例えば1ヶ月程度であるなど、一時的な期間であること。これに具体的な期間なんですね。1ヶ月程度ですよ、というふうに言ってるわけです。で、課税時期前後の賃貸が一時的で、のものではないことというふうに書かれています。で、やっぱりここですよね。1ヶ月。空室期間1ヶ月。これ結構厳しいんじゃないかなと、思います。今の時代ですね。やっぱり1ヶ月で決まるっていうのは相当早いと思いますので、1ヶ月程度しか認められてくれないということではですね、なかなか厳しいかなというところですね。まあ、国税庁のですね、あれは例示だということで、過去ですね、採決例でその判断基準っていうことをですね、争われてきたんですね。で、その中で言われてきたのがですね、いかなる状況下においてかかる空室期間が生じていたかなどの諸事情を総合勘案して、これは一時的な空室なのかどうかっていうのを判断しますよというふうに、言われてきました。で、どんなことが言われてきたのかというと、まあ、空室について速やかに所要の手当を施した上で不動産業者に入居募集の依頼をしているとかですね、建物について定期的に補修などを施すなど、形状的に賃貸に供する意図が認められること、それから周辺の環境がですね、
空室が発生したからといって速やかに新入居者が決定するような状況ではなかったことなどですね、まあ、そういったのを総合的に判断しますよと、まあ、1ヶ月っていうのはあくまでも例示であって、ね、地域によっては、ね、1ヶ月で決まるっていうことはなかなかないと、やっぱ3ヶ月とか半年くらいかかるのが普通ですよというのであればそこも考慮しますよというふうに言ってくれています。まあ、こっちの方がまともですよね。考え方としてはまともかなというふうには思います。まあ、しかしですね、しかし近年にはですね、この空室期間が1ヶ月程度であることが求められるですね、裁判の判決が出ていたりもするんですよ。つまり国側はですね、減額を認めたがらない方向になっているということなのかなというふうには思います。まあ、いずれにしてもですね、賃貸物件を建てたら評価が下がるということではなくて空室を出さないということ、空室が出てもすぐに入居が決められるような努力をしてないと評価は下がりませんよということになるわけです。まあ、つまり相続税を下げるというにはですね、やっぱりマス系が大事になってきますよということになるわけです。